大岐山。大岐山、王岐山、ワンチーシャン、漢族、1948年7月1日帯は、中国の政治家、経済学者、歴史学者。第11外国家副主席、副大統領。中国共産党での序列は、反政副首相に次ぐ第8位。第2次、温家法内閣で、国務院副総理、副首相を務め。 第十八期中国共産党、中央政治局常務委員、序列は七人中六位、中国共産党中央規律検査委員会初期を、歴任した。聖火大学経済管理学院顧問委員会、名誉委員。楊一林、元常務副総理、第一副首相の娘である、楊明さんを妻に持ち、大使党に属する。中華人民共和国鎮投資で生まれる。原石は、 三世商店鎮権。文化大革命期の1969年1月より、先生商園安支援案件表彰校舎で知識青年として労働に従事。1971年から1973年にかけて先生商博物館に勤務。先生商に、花盟中、楊伊林の娘の洋明さんと出会う。百七十三年、西安市にある、 西北大学の歴史学部歴史学専攻に入学。1976年に卒業し、再び、先制小博物館に勤務。1979年により、中国社会科学院近代歴史研究所、実習研究員として、私学研究に従事する。折しも時代は改革開放の幕開けを迎えており、王は、経済問題の研究に着手し、関係の論文を、 執筆発表した。1982年、北京に異動となり、中国共産党中央初期どころ、農村政策研究室に配属、国務院農村発展研究センター所長、副局級研究員連絡室副主任となる。翌年2月、中国共産党に正式に入党、党中央と国務院の研究機関に職を得た王は、 農村問題の専門家として知られるようになる。1986年、当中央初期どころ、農村政策研究室政局長級研究員、国務院農村発展研究センター連絡室、主任兼全国、農村改革試験区弁公室主任に昇格。その後、国務院農村発展研究センター発展研究所、所長代理や同所長を歴任する。 1988年、中国農村信託投資講師総経理、社長、党委員会初期に就任。翌年、中国人民建設銀行副業長、副頭取、党組成員に移り、以後、金融畑を歩む。人民建設銀行副業長在職中の1992年9月から11月に、かけて、党中央党交渉部級幹部研修班で学ぶ。 1993年、中央銀行である、中国人民銀行の副業長、副総裁、党組成員となる。翌年、中国人民建設銀行業長、党組初期に就任。1995年8月、王は中国で、初めての国際的な投資銀行である、中国国際金融有限公司、中金公師の設立を主導した。これは中国で、 初めての国際的な投資銀行であった。中金講師の会長を兼任した王は、彼が主導した多くの投資プロジェクトにより、国際金融市場の注目を受けた。1996年、中国建設銀行業長、東組初期に就任。1997年に、アジア金融危機が爆発すると、香港経済は大打撃を受け、その後輩にある、 中国最大の対外貿易省の関東省にも危機が蔓延した。建設銀行改革の実績などから、王は同年9月の第15回党大会で党中央候補委員に選出され、関東省等委員会常務委員として同省に赴任。翌年には関東省常務副省長に就任し、金融を主管して全省に蔓延していた支払い危機の処理を指導した。とりわけ、 関東国際信託投資講師、ギティックとエツカイの債務の金融処理問題では、王は中央の助けを得ず、香港経済を混乱させずに問題を処理した。1999年1月10日、王は債務超過の深刻なギティックを破産、閉鎖させたが、この王の案は中央上総部の金融改革の原則を体現したものであった。すなわち政府と企業を分離し、 政府が国有金融機関の債務召喚を肩代わりする過去のやり方を改め、政府の信用と企業の信用が未分離なモラルハザードの時代を終結させるものだった。一方、エツについては再建に着手したが、これについて王は、エツは国外の集団行使であり、5つの上場会社が関連しており、我々は香港市場の安定を考慮しなければならない。 香港の株式市場を混乱させたくはないと説明している。王はゴールドマンサックスの協力を得て外国の債権者と粘り強く交渉し2002年12月、関東省政府は外国債権者と越海債権について合意得た。なお、同時に関東省政府は中央人民銀行から380億元の融資を受け、関東省内の800余りのローカルな 中小のバンクを再建、閉鎖し、関東金融は危機を乗り越え安定化した。同時期、ゴールドマン・サックスの信用だったヘンリー・ポールソン、後のアメリカ合衆国財務長官と進行を結んだ。このような経済手腕を買われた王は、2000年に国務院経済体制改革弁護室主任、東組初期に抜擢され、2002年11月の第16回党大会で、 党中央委員に昇進。11月23日、海南省党医書記に任命され、同省人民代表大会常務委員会主任を、兼任した。2003年、新型肺炎サーズが蔓延し、北京では患者の隠蔽問題によって、当時の市長の盲学能が更迭された。王は、北京市に移り、同年4月20日に、首都医副書記に就任。四月十二日には、 市長代理を兼任して、事態の鎮静化に成功した。関東金融危機とサーズ問題を沈めた王は、消化隊長、引消し役と呼ばれるようになる。2004年2月、第12期北京市人民代表大会、第2回会議において、正式に北京市長に選出された。北京市長在職中は、北京市オリンピック組織委員会執行主席として2004年、 アテネオリンピックの閉会式当時のジャック・ロゲ、IOC 会長から逸話旗を引き継ぎ、2008年北京オリンピックの準備に当たった。2007年10月の第17回党大会で党中央委員に再選された王は、10月22日に開催された第17期党中央委員会第1回全体会議、第17期一中全会で党中央政治局委員に選出される。 同年11月29日、北京市長県市等委副書記を退任。そして、2008年3月の第11期全国人民代表大会第1回会議に、参党省代表、議員として選出された王は、3月17日、同会議において、国務院副総理に選出され、商務、金融、市場管理、観光などを担当することとなった。 折しも世界金融危機が中国にも打撃を与えていたが、王は4兆元の景気刺激策を断行して、世界最速の V 字回復させて、金融危機を脱出した中国は、世界の国内総生産、GDP 増加の過半数を占めて、リーマンショック後の世界経済を救済したと評された。この手腕は、 国務院内で高く評価され、温家法国務院総理の後継者と目された常務副総理の利克強が同じ経済通でも危機管理に弱いとされた。一方、大規模な財政出動と金融緩和を主導して危機を乗り越えた王の方が総理にふさわしいと言い切る国務院幹部もいたという。元国務院総理の主要期からは中国共産党随一の経済実務家と絶賛され、 経済工程と呼ばれた主要機の後継者と対望る向きもあった。ただし、この政策はバブル経済を加速させて、ばらまき財政や箱物行政のような無駄な公共投資と地方融資平台による不良債権などの課題も残したと批判する見方もある。また、リーマンショックでアメリカ国債増発の必要に迫られた。 ヘンリー・ポールソン米財務長官による王への要請で中国は大量に引き受けして日本を上回る最大の米国債保有国となった2009年に東京で開催された中日経済ハイレベル対話の共同議長として日本を訪れた2012年11月15日第18期一中全会で修理体制が発足すると王は 党中央政治局常務委員、党中央規律検査委員会書記に選出され、同じ大使党で、先制法であるだけでなく、習近平の旧式でもあることから、習政権の事実上のナンバー2とみられ、中央体制とも呼ばれていた。王は中国からヨーロッパをまたぐモンゴル帝国史に、精通する日本の歴史学者である、岡田栄を高く評価するなど、史学研究者出身であることから、 シルクロード経済ベルトを掲げる習近平の歴史観にはかつて先生省で共に歴史研究に興じた王の影響があるともされる。翌年3月16日、李克強内閣の発足に伴い国務院副総理を退任。王は党中央規律検査委員会初期に就任して直ちに腐敗官僚の摘発を指揮しているが、 汚職の権威により摘発された官僚の大半は江沢派の人物であった。これについては、王が2017年の第19回党大会で最高指導部入りする可能性のある小派の次世代指導者の周辺にターゲットを絞り調査したのではないかと指摘する説がある。2017年9月、ドナルド・トランプ政権の有力者だった元アメリカ合衆国主席戦略官。 大統領上級顧問のスティーブン・バノンと中南海で90分間に及ぶ密談を行ったことはその挙手に憶測を呼んだ。同年10月の中国共産党第19回全国代表大会と第19期一中全会では中の遺留があったとされるにもかかわらず、王岐山は68歳を定年とする官令を守って留任しなかったため政治局常務委員と 中央規律検査委員会初期の公認には、同じ先生法で、先軍の一人とされる長学疑が選ばれた。しかし、退任後も、習近平派の長老として因縁と影響力を保持するとする見方もあった。2018年3月の第13期全国人民代表大会にて、習近平総書記の国家主席への全会一致での再選とともに、中華人民共和国副主席に、 賛成二千九百六十九票、反対一票で選出された。現在、党内序列第八位。国家主席とともに、国家副主席の任期制限は、憲法改正で撤廃されており、州国家主席と、大国家副主席による、事実上の、とも呼ばれた。二千十八年五月、外交政策を統括すると、中央外事、工作委員会委員に選出され、 委員会での序列は、習近平総書記と利活協総理に次ぐ第3位。国家副主席就任後の発内優でロシアとベラルーシを訪問して、ウラジミール・プーチン大統領やアレクサンドル・ルカシェンコ大統領と会談し、放浪していた日本の安倍晋三内閣総理大臣とも会話を終わした。2018年10月。 中国主導部では2000年の江沢民以来18年ぶりのイスラエル訪問を行った。米中貿易戦争で米国からの技術移転は焦点となっているためにハイテク技術の獲得や中国企業のそうしたハイハコを一帯一路の拠点として開発することなどを狙ったとされる。またパレスチナとは自由貿易協定交渉を開始した。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。